協会してこよう、応援宣言、一緒に働こう。私たちも賛同します。自分らしく働きたい障害者の皆さん、まずは相談やで。滋賀県食品衛生協会さんにお話を伺いました。どういう団体さんなの？これは滋賀県の食品衛生協会といいましてですね、県下に約は4700施設ぐらいある方の大きなこの食の、ね、を二重されている方の集まりなんですね。でそういう中で食品衛生、滋賀県の食品衛生協会というのはその食の安心安全についての啓発活動とか思想を活動をどんどん皆さんに啓発していくっていうそういう活動をしている団体でございます。いろんなお店さんがあるの？例えば仕出し屋さんであるとかね、レストランであるとか、ね、我々のファーストフードとか、それから居酒屋さんとかね、そういういろんな食を扱っているそういう施設の方の集まり。障害者雇用への意気込みを。我々もね、皆さん一緒に働くことをね楽しみにしております。会長どうもありがとうね。よかったらバーコード触ってって。